フォークランドグループプレゼンツ、それいけももちゃんぶどう。ももぶたはお米を食べて育つでしょ。餌にお米を食べているから美味しいの。ももぶた、しおりちゃん、いいところに気づいたね。それ、行くぞ。あ、ちょっと待って。青森県の八戸にあるフォークランドグループ専用の餌を作ってくれる場所だよ。専用？そうだよ、食べ物はとっても大事。こんにちは。こんにちは。ももちゃんのじゃなかった、ももぶた専用の餌が作られているって。ももぶた向けに作られる餌は抗生物質や抗生抗菌剤などの薬を一切使わず、原料も天然由来のものにこだわっているんです。そう、厳選した輸入トウモロコシと秋田のお米でしょ。はう、そのお米のオレイン酸でさっぱりとした油と旨味が生まれたんです。もちろん薬品も抗菌剤も使わないので、品質管理には特に気をつけています。病気の原因を持ち込まないことが一番大切なんです。だから餌を運ぶ時にも安全安心を徹底しているんだよ。例えば餌を積み込む前のトラックの消毒、運転手さんは専用の長靴への履き替え、農場でも着替え消毒なのです。はぁ、薬や保存料を使わない安心安全へのこだわり、そしてやっぱり決め手は秋田のお米。ももぶたの美味しさと安全を支えています。だから美味しいんだ。そういうこと。フォークランドグループの夏ギフトは8月19日まで受付中。ももぶた加工所まんまランドのほか、直売所コモモ小坂店、十和田店、店頭でも受け付けております。遠方の方はオンラインショップが便利です。ももぶたで検索。この番組は十和田湖高原ポーク SPF ももぶたのフォークランドグループの提供でお送りしました。